新しくなったミレーナの挿入方法についてご説明いたします。準備するものはこちらの器具で、あとはマルチンや塚原鉗子などを使う場合もあります。まずはですね、子宮内腔の向きを超音波で確認した後、ゾンデで子宮内腔の長さを確認しておきます。ゾンデを入れまして、この場合モデルでちょっと子宮が小さいので内腔は6センチということになります。次にですね、新しいミレーナとミレーナの挿入装置インサーターを開封いたします。で、従来のものと違いまして、従来は除去紙で引っ張ってミレーナをインサーターの中に入れておりましたけれども、今度は、ここのスライダーをですね、両手でしっかり持ってこの矢印の方向上まで上げていただくとミレーナが中に入ると。しっかりカチッと上までですね、上げていただいて、ミレーナをインサーターの中に入れておきます。で、この包装紙のところにとりあえず置いておきます。で、まあ、準備ができましたら、先ほど子宮内腔が6センチでしたので、このスライダーをしっかり持ってストッパーを6センチのところに調節いたします。で、ミレーナをですね、子宮内腔に入れていくんですけど、このサインもスライダーをしっかり持って両手で入れていただきます。で、外子宮口からストッパーが 1.5 センチぐらいのところで止めまして、今度スライダーをこのマークですね、ここにマークがしっかり今度見えるようになってますけども、そこまでスライダーを下げていきます。で、ここちょっとコツがありまして、このスライダーがですね、マークよりも若干上ですと、このミレーナはですね、インサーターから少し顔を出しただけで、ちょっとこれでは不十分なんですね。で、マークよりもこのスライダーが少ししっかり下になるようにしますと、ミレーナがインサーターからしっかり顔を出すような状態になります。で、ここで5秒ぐらい待ちまして、で、それをストッパーが外子宮口のところに来るまで入れることで、ミレーナは子宮底の奥のところまで、上がっていきます。で、ここで両手でしっかり持ちまして、今度はスライダーをですね、下までゆっくり下げていきます。で、ここも少しコツがありまして、ここのスライダーをですね、ある程度下まで下げた段階ではまだこのミレーナはですね、インサーターからちょっと顔を不十分なんですね、出方がですね。で、このインサーターをしっかりカチッというまで下まで下げるとミレーナがインサーターからしっかり顔を出します。で、この状態にしましてゆっくり引いてきますと、落ちることなくですね、ちゃんと子宮の中にミレーナが入ってくれると。で、その状態にしまして外子宮口から約3センチのところでこの除去紙をですね、切りまして終わりと。で、その後、ミレーナの位置を超音波などで確認いたします。